ショパンコンクールに参加した理由は、えっと、やっぱりショパン国際コンクールっていうのはピアニストにとって憧れの場所であるので私も、えっと、ぜひその憧れの舞台に立っっててみたいと思って挑戦しました特に特別なことはしてないんですけどこう。 演奏を通して、思いが伝わるようにっていうことを。心がけて練習してきました。私の姉が。ピアノを先に習っていて。それで私も。その先生のところについて。行ってて小さい頃から。で自然と。ピアノを。習い始めたので。 きっかけはそんなにないです。やっぱり演奏を通して。こう。うん。思いを。聴衆の方々に伝えることだと思います。ピアノがすごく好きなので。 ピアノを弾くくはすごく幸せな気分ですショパンのメロディーってすごくこう繊細で変化調整の変化とかがすごくたくさんあるのでそういう、うん、細かい部分まで。 ショパンが書いたことを感じ取って演奏すするように気をつけてます家で一人で練習してるのとは違ってコンクールで弾くときは審査員の方々がいてで聴いてくださる方々がいて大きなホールで演奏するので。 いかにこう思いが伝えられる演奏ができているかっていうそういうことを確かめられる場所っていうかどれくらい自分ができているのか確認できる場所でもあると思うのですごく勉強になります。やはり演奏するだけ じゃなくピアノをただ弾くだけじゃなくて聴、うん、いてくれる人が何かその感動したりこう嬉しくなったり幸せな気持ちになったり何か感じ取れるものを表現できる人がやっぱりピアニストになれると思います。えっと、夢と 心と,とショパンをなんか愛する気持ちっていうか愛みたいなものだと思います。